もともとこの中山宿駅は昔スイッチバックをやっていた駅で、スイッチバックをやっていた時代に使われていた旧中山宿駅がですね、この駅から徒歩10分くらいのところにあるんですけど、そこと、それからスロープの入り口があります。3箇所も入り口がありますが、どれほど利用者がいるのか。今回は福島県会津若松駅に来ました。ここから行きますのは磐越西線の秘境駅です。その駅は磐越西線非電化区間ではなく電化区間にあります。ここから乗りますのは E721 系電車です。会津若松駅を発車いたしました。会津若松から目的地の駅までは50分ほどで到着します。次は中山宿駅に着きましたが、乗り降りはありませんでした。ホームは一面一線になっており、まあまあ長さ、ホームの長さは長いので、ここに ITB が設置されております。ホームの反対側、こっち側はですね、すぐトンネルがあります。そしてこのトンネル、中山トンネルと言いますが、トンネルの長さは短く、すぐに出口が見えます。ホームの上にはこういう感じで雑草が結構生えていて、人が来ることがあんまりないのがよくわかります。さっきのところは、雑草が多かったですけど、出口付近はですね、こういう感じで花がきれいに植えられております。出口付近はちゃんと整備がされているみたいです。待合室の中に入っていきたいと思います。待合室の中も冷房があるのかと思いきや冷房はありませんでした。時刻表はこんな感じ、ワンマンカーばかりで1日数本だけツーマンカーがあります。駅の出入り口は3カ所あり、ここと、まあ、ここ駅前ロータリーみたいになっていますけど、ロータリーの前のあそこと、それからスロープの入り口があります。3箇所も入り口がありますが、どれほど利用者がいるのか。当駅の1日平均乗車人員は11人です。駅のこっち側は数軒民家があるんですが、その反対側、こちら側はもう何も建造物はありません。もともとこの中山宿駅は昔スイッチバックをやっていた駅で、スイッチバックをやっていた時代に使われていた旧中山宿駅がですね、この駅から徒歩10分くらいのところにあるんですけど、本日は列車の時間がもうギリギリなので諦めましたが、往復20分くらいで、旧中山宿駅跡というところに行くことができます。ホームが、まだ残っていて、旧中山宿駅と書かれた駅名表も残っているそうです。待合室の中にはベンチと、それからお知らせ、列車の遅延とかを、知らせるための電光掲示板がありますが、その横に近距離切符運賃表もあります。郡山からこのピンクの線路がありますけど、これが磐越東線です。不思議なことに磐越東線はローカル線扱いなんですけど、この今乗っております磐越西線はですね、幹線扱いということになっております。せっかくなんで駅名表も写しておきましょう。ちなみにこの隣の上古駅の駅名表は、隣の駅左側が中山宿、右側が関戸ということになっているんですが、正確には上古駅の隣は関戸駅じゃないんですね、猪苗代湖畔駅という駅があります。これは臨時駅で、毎日開くわけではなく臨時で営業がされる駅なんですけど、この駅はもう休止駅になっておりまして、もう永久に列車が止まることがないと思われます。中山宿駅前には駐輪スペースもあります。駐輪スペースには自転車が1台置かれております。自転車を使ってこの駅に来る人もいるんでしょう。その駐輪場の横にはトイレもあります。列車が来るようです。接近放送はかなり音量が大きいです。次は上古です。The next station is 上古。